先週のね、日曜日、髪切りに行ったの、で俺美容師さんとめちゃくちゃ仲が良くて、犬の話するんだけど、今回あの新しいいいシャンプーを教えてもらってね、それを使ってどうですかっていう話になって、いやめちゃくちゃ良かったですっていう、アメリカのシャンプーなんだけど、それなんでいいかっていうのを説明してくれて、それの時にストレートパーマとか、ブリーチとかすると髪ってめちゃくちゃ痛むらしいんだけど、魔法の薬を作ったメーカーがあって、それを混ぜると、痛みが 90% ぐらいなくなるんだって。髪の毛も？そう、そのストッパーとか、ブリーチをした時の。だから痛みが、あの、テンパーしか痛まなくなると。従来のものより。もうそれ、ただやんみたいな話になって、ただってかゼロじゃんみたいな。ほぼないのと一緒じゃないですかみたいな話になって、そんな魔法のね、薬を作ったメーカーが。だってそこが出してるシャンプーだからやばいんですよって話になった。そうなんですねって。あ、じゃあめちゃくちゃいいですねっていう話してたら、でも良すぎて、偽物が出回ってんだって。おー、なるほど。っていうのが。その、そのメーカーでシャンプーと、そのダメージケアを両方出してるってこと？あ、もともとはその、シャンプーとかも出してるんだけど、その、もともとはその魔法の薬を出して、そのメーカーが作ったシャンプーだからやばいよねっていう話なのね。そう。で、やっぱ偽物が出るって言ってて、その美容師さんもすごい本質がわかる人で、いつも本質の話ばっかりしてるんだけど、二人で。で、言ってたのが、やっぱりいいものって真似されるんですよ。コピー商品が出てきちゃうんですよね。だからそのシャンプーも正規店とかでしか買わないように言われてるんですって言ってて、それを聞いた時に、あ、やっぱそうなんだと思って。ってことは、パクられたりすることっていうのは、いいことなんだと思って。だから、すぐそこら辺で、あれでしょ？なんとかゼロ、なんとかゼロって言ってる人が、いたんでしょ？アッパーさんからのチクリであったけど。それっていいことなんだなと思ったの。まあそうだね。本物だし、いいものだから、パクろうっていう人が出てくるわけだから、それと同じだなって、髪切ってもらいながら思ったよっていう話。同じだね。変な話、キャメロンだって、めちゃくちゃコピー商品が多い。そうだよね。なんかやっぱいいもので本物って高くて手が届かないものだったりっていうのが値段を下げてコピー商品として売るっていうことがねやっぱりあるし、やっぱそれを真似て作るメリットがあるからやる、リスクを背負ってもやるんだろうから。そうだよね。俺もでもあっと俺それが出回る偽物があんまりまだ出回らない頃に楽天でスコッティキャメロンのヘッドカバー買って、まあ偽物だったんだけどカバーでも偽物とか。あるある。本物はね、5万から10万ぐらいするの。ヘッドカバーね。だけど、2500円で売ってたから、あ、安いと思って。いや、それ、もう偽物なの。偽物なの。もう分かってんの。そうだよね。で、やっぱり偽物だったから、その会社電話した。ああ、したの？したら電話出た。ええー。電話出た。なんていうの？もしもし。日本人じゃない、赤い国旗の左上に金文字がなんかちょこっとあるような国。あ、パキスタンではない。パキではないマシマシって言ってた。マッチマッチついたけど違う違う。さ、あの本物1個同じの持ってて、それと全然違うし、あるはずのタグがないし、これは偽物ですよねって言ったら、偽物じゃない。本物売ってるから、そのまま使って大丈夫って言われたから、いや、使ってても大丈夫ですけど、偽物です、これ。その大元のサイトの会社に電話して、返金してもらって、で商品はどうするんですかって言ったら、価値がないんで返品しなくていいですって言われた。あなたもあなたっつって。あ、そうですかっつって、それで終わったんだけど。だまあ本当にコピーする真似をするとかって響きはあんまりよく聞こえないかもしれないけど、でもいいものをみんなこう同じようにやるっていうのはいいことよね。と思う。そうだよね。それは仕方ないこと。そうなっちゃう。そうだよね。一方でね、その魔法の薬を作って、でもその後日本の会社もそういうものを真似てというか、研究してやっぱり同じようなものを作るんだって。そうすると別の会社もメーカーも同じような薬を作って、遜色ないぐらいまで来てるんだって。そう。だけど、その美容師さんはその最初に作ったオリジナルのとこがいいから、そのパイオニアがいいから、
最初の元祖のところのを使いたいっつって今でもそこの薬使ってるっつって、へーと思って。俺今それに似たようなことちょっと言おうかなと思ったんだけど、うん、やっぱり後悔がね、その後、それも例えばじゃあうちを例にすれば、うん、レッスンの仕方は YouTube でも言わないわけじゃない。あ、まあそうだね。ね、うん、だから言葉だけこう並べて俺と同じレッスンをしたって絶対効果は違う。それはそうだね、うん、それの自信はある、うん、だからあのその時はこのセリフって覚えれば似たようなレッスンはできるかもしれないけども、その後の効果っていうのが全然違うなって俺は思うんだよね。まあ、本物じゃないからね。そうだね、うん、あくまでも真似だから、うん、最近動画もそうだしレッスンもそうなんだけど、うん、YouTube と全く切り離してレッスンをしてるわけ。ほう、どういうこと？よりその方だけのレッスンにしようと思ってる。今年の初めくらいから。レッスンに来られた方の最初の頃って、うん、やっぱり YouTube を見てっていう前提がついた方が多かったの。はい。だけど最近って、その俺にレッスンを受けたいっていう方が、すごく来てくださってありがたいこと、うん。そうすると、インパクトゼロや振り遅れっていうのがもう関係なくなるわけ。うんうんうん、だからその方が振り遅れてなかったら、振り遅れっていうそのレッスンはもちろん入ってこないから、うん、注意点として振り遅れないようにとは言うけど、うんうん、振り遅れのレッスンはしなくなる。だから本当に動画関係なくレッスンに来ました。じゃあその方のスイングを仕上げていこうっていうよりシンプルなものになってきたっていうのが、まあ、今年のレッスンのいいところだなと思って。ということはよりその人がただ良くなることだけを考えてやるから、うん、よりいいね。そう。その人に合ったレッスンだよね。YouTube 関係なく、うん。だから力む力まないとかそういうのもどうでもよくて。うん、その方が足りない部分とか、うん、そういう部分にこうフォーカスしてって、うん、まあ、指摘をさせてもらうという感じ。それはすごく自信満々に今やらせてもらってるんです。あ、そうなんだ。すごいね。それ今初めて俺も聞いたけど。そう、トール君と内容まではあんま言わない。いや、そうそうそう。うん、いや、なんて言うんだろうな。こう、ここで感心してるのもあれなんだけど、やっぱなんか常日頃ずっと考えてんだなと思うと、うん、本当に頭が下がります。とんでもないです。本当に。やっぱりお客様のためっていうのは強いかなって自分でも思う。いや、本当に強いと思う。俺なんかそういうの全然ないからさ。ごめんなさい。ないからって言ってて。ないっていうか、俺はレッスンしないからさ。ああ、そうだね。そう、うん。だけど本当それがすごいなと思う。時間問わず LINE とか返信してるんですけど。本当、早く遅く申し訳ないですね、皆さん。空いている時間にささっと返すっていう。オンラインサロンメンバーの方が今ほとんどなんですけど、レッスンもその LINE も。なんで、まあ、それを優先させていただいてるんで、まあ、今後ともちょっと気になることがあったら、まあ、プラチナメンバーさん、ゴールドメンバーさんの方、LINE いただければと思います。どんどん真似されるように頑張ります。そうだね。はい、そうだね、はい。ポーズとかそういうものはないんですけど、なんか、決めポーズみたいな、うん。作る気もないんですけど。まあ、なんかね、僕別に前も動画で言ってますけど、トール君と僕別に真似されてもいいんですよ。その、何をどうのって言うわけじゃないんで。ただ本当に、レッスン会が良くなればいいと思ってやってるんで、あんまりこだわりがない、その辺のこだわりはないというか、しっかりしたレッスンができればいいなと思ってやらせてもらってますので、今後ともよろしくお願いいたします。でもそのね、枝葉の部分だけ、分かりやすいところだけ真似されても、なんか幹の部分真似しないと意味ないと思うから。まあそうだね。ねえ、うん、間違いない。だからクラブなんだよ、ヘッドなんだよっていうとこだけ真似してくれればいいのに、体の動きとかだけ真似するから、多分言葉とかだけ意味がなくなっちゃうんだよね。そうなんだよね。そう、だから安くしないでください。真似してもいいんで。安くしない ね, ね。そうだね。あ、そう、ちゃんと価値あるものとしてレッスンをしていただければと思うんですね。アッパーの皆さんっていうのは日々練習されてるんだなっていう結果が見えるぐらい、こう毎回来るたびに上達されてるなっていう印象を受けてます。本当にありがたいことなんで、もちろんその例えば僕がいいこと言った悪いこと言ったためにならないこと言ったとしても、やっぱりご本人が練習してるしてないっていうのはすごく大事になってくるので、その辺はしっかりと練習していただいて、なるべくペースを減らさないようにしっかりとボールを打っていただければと思います。それだけで気づくこともありますので、じゃあ、また新たに動画いろいろ撮っていきますので、ワンナップゴルフよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。
ワンラップゴルフではオンラインサロンをやっておりますが、絶対入らないでください。